壁機動兵器急速接近。何ですと？なでしこ、まだ終わったわけじゃないわ。出た、わがまま娘。最後に笑うのはこの私なのよ。We'll be right back.
プログラム終了。すべて終わりましたね、艦長。いやー、本当にお疲れ様でした。実に見事な指揮ぶりでしたよ、艦長。初めての実戦でここまでできるとは正直思いませんでしたよ。僕、艦長の指揮は良かったと思います。あれ、ハーリー君、艦長のこと気に入っちゃったみたいね。そんなんじゃないですよ。ただ、艦長としての手腕を評価しているってことです。はいはい、私は艦長よくやったと思うな。だって初めての式だったんでしょ。上出来じゃない。艦長、作戦式お見事でした。訓練表記もずっといい点がつきますよ。ただ艦長としての経験はもっと積んだ方がいいんじゃないかしら。艦長、お疲れさんでした。なかなかやるじゃないですか。それにパイロットとしても十分やっていけると思いますよ。俺、あんたの船ならまた乗ってもいいぜ。おや、陽子にしちゃ珍しい反応じゃない。ほんと、別にいいじゃねえかよ。私は艦長頑張ったと思うな。結構みんなをまとめてたしね。艦長、今度一杯おごるよ。泉がマジ言ってる。らしくない。ああ、艦長、あんた最高だよ。ま、整備が必要な時はいつでも呼んでくれ。戦艦の性能を 100% 引き出す上で艦長の指揮能力は大きく作用する。あとは訓練評価の結果を待つことね、艦長。お疲れ、艦長。それにしても慣れない戦艦でみんなをまとめて、あんたよく頑張ったよ。これであんたもなでしこの一員だね。今までの作戦行動の全データは思い金による訓練プログラムの評価対象となります。いずれ宇宙軍本部より艦長訓練評価として通知があるはずです。でもたとえそれがどんな結果だとしても気にすることないですよ。艦長はできる限りのことをしたと思います。すべてはこれからです。それで結局遺跡の謎は解けたのかい。相変わらず、分かったような分からないような。それにしてもいつも厄介事の種になるね。人間の手に余る技術なんじゃないのかい。使い方の問題、それを使う人間の問題よ。どんなにいい食材も料理人の腕次第で美味しくもまずくもなる。そういうこと。もう少し左見てくんだか。はい、わかりました。一番チェック。なあ、腹減った。なんか食いに行こうぜ。うん、ウーリピー、エステちゃんの整備お願いね。お前ら、もう少し丁寧に扱えないのかよ。はいはい。まったく。
火星の後継者にクリムゾングループ。これから後始末が大変ですね。こうたびたび反乱を起こされてはたまりませんね。これに懲りて、クリムゾングループも少しはおとなしくなるんじゃない？そうだといいが。まあ、後のことは任せて、我々は出かけるとしましょう。え？どこに？発進準備完了。いつでも地球に向けて発進できます。ちょっと待って、ハーリー君。行き先は木星です。そうそう。なでしこ B を迎えに行ってあげなくっちゃね。はぁ、一体いつになったら迎えに来てくれるんだろう。いいじゃない。宇宙に二人っきり。こういうのもロマンチックだよね。なでしこ C 発進。Thank you.
人の数だけ思いがあって、思いの数だけ物語がある。だから物語はまだ始まったばかり。